はい、格闘ニュース、ゾウの雑白です。ライジン31、全試合振り返りをしていきます。まずは期待のメインカード、フェザー級タイトルマッチ、斉藤豊チャンピオン VS 牛久潤太郎選手です。こちらは斉藤豊選手がノンタイトルマッチだったところをタイトルマッチにしてくださいと言い、半ば強引にタイトルマッチとなった一戦です。斉藤豊選手としては絶対に負けられない試合です。まず1ラウンドは互いを見合う展開が続きました。斉藤豊選手はジャブ、左右のフックで攻め、牛久潤太郎選手は少しアップライト気味の構えから左インロー、左ミドルなどで攻めていました。見たところリーチ差はそこまで感じない攻防でした。そして少しプレッシャーをつわめた斉藤選手がコーナーに詰めていきます。コーナーの四つの攻防でもうまく戦い、両者譲らない展開でした。四つの展開からまたリング中央に戻り、打撃の展開が行われます。こちらも少しだけですが斉藤豊選手が有利に進めていきました。強烈な右のボディ膝で削っていきます。牛久潤太郎選手は相変わらず左のキックと少しパンチを打つ程度でやや押されている感じでした。ただラウンド終盤に斉藤豊選手が右の膝を打とうとしたところに左ストレートを牛久選手が合わせ、スリップダウンを奪いました。しかし斉藤選手はすぐにリカバリーし上を取りました。上を取った展開が続き、ラウンドが終了しました。1ラウンドは斉藤選手が優勢に進めるも、最後の最後で左ストレートでスリップダウンを牛久選手が奪ったので五分と言える戦いでしょう。そして2ラウンドが始まります。2ラウンド目に入ると斉藤選手は牛久選手の攻撃のリズムを読んだのか、右ストレート、良い右のボディストレートなどを打っていきます。牛久潤太郎選手は1ラウンドと同じく左キックが中心の攻めでした。その中で牛久選手の金敵があり、斉藤選手がブレイクとなります。ブレイクが終わった後、斉藤選手の攻めが目立ちます。右ストレート、左右のフック、強烈な良いボディを決めてきました。だんだんと牛久選手は手数が少なくなり、インロー、左キックのみの展開となっていました。そしてコーナーに押し込まれたところ、そこでも斉藤豊選手が四つの展開で有利に進めてきます。やや斉藤選手に勝負の流れが行きかけたと思ったところ、波乱が起きます。これまで執拗に左のインロー、左のボディを蹴っていた牛久選手ですが、それを巻き絵にし、左の膝を思いっきり斉藤選手の顔面に叩き込みました。斉藤選手はインローや左ミドルが来ると思い、少し体勢を下に向けたところ、もろに顔面に入ってしまいました。ダメージは KO されるほどのものはなかったのですが、ドクターチェックに入り、ドクターが傷を見たところ、ざっくりと割れていたので、そこで TKO 負けが決まりました。なんと斉藤選手がやや有利に進めていた展開なのですが、牛久選手が 1% の勝利の糸口をつかみ、大逆転でライジンフェザー級タイトルマッチを奪ったのです。これで残念ながら斉藤豊選手は花がないことがバレてしまいました。このままフェザー級タイトルはクレベル選手、牛久選手、斉藤選手、朝倉未来選手、中村大輔選手、金原選手などを絡め盛り上がっていく群雄割拠の構図が見えてきました。それでは次からは1試合目から振り返っていきます。1試合目は51キロ級キックですので、51キロといえばグラビアアイドルがサバを読む前ぐらいの小さな体重なので無視します。2試合目です。伊藤誠一郎 VS 橋本君太戦です。こちらは背の高い若い橋本君太選手が左ジャブ、右ストレートをリラックスした構えからどんどん決めていき、そして161センチと僕の中1の夏休みぐらい背の低いイケメン伊藤誠一郎の顔面を膝でダメージを与えました。2ラウンドの入り、ボコボコに伊藤誠一郎がされ、イケメンが台無しでしたが、一瞬の隙をつきグラップリングに持っていき、バックチョークで大逆転勝ちをしました。そしてフライ級グランプリを開催してくださいとボコボコにされたにもかかわらず、チビのイケメンが言っていました。2試合目ですが、
僕の勝敗予想は伊藤誠一郎選手でしたので、こちらは合いました。次は3試合目です。なにわの寒いギャガー中村優作 VS アウトサイダーの伊藤佑樹選手です。こちらは伊藤佑樹選手が1ラウンドは日本拳法の変な飛び込みでパンチをもらうも、2ラウンドからは盤石の戦いでダウンを奪い、そのままパウンドアウトしました。こちらはアウトサイダー出身の伊藤佑樹が勝ちました。伊藤佑樹選手が勝ったことにより、我らがファンゼロ人説ファイター越智晴夫チャンネルを含めたフライ級グランプリが盛り上がってくるのではないでしょうか。こちらも予想は当てました。4試合目です。吉成名高 VS 誰かです。こちらは吉成名高選手が圧倒的な肘神様ぶりを見せ、流れ星の中衛の一発ギャグ並みのキレで堂々 KO 勝ちです。こちらも予想は当たりました。5試合目です。白川天然ダークアホの子リクト VS 山本拓也戦です。こちらは山本拓也選手は趣味で格闘技をしており、パパの運動会のように運動会前だけジムに通う選手だったことを予想動画で挙げました。にもかかわらず山本拓也選手の勝ちを予想したのですが、今回は白川天然ダークアホの子リクト選手が勝ちました。やはり白川天然ダークアホの子リクト選手はアホの子らしく、勝利したマイクでケラモフ選手とやらせてくださいと言い、試合はシーンと盛り下がっていました。誰もが拍手していない展開です。まあ当たり前ですが、萩原選手に勝ってからの話だと思います。ケラモフの前にハギモフに勝ってから挑戦するべきでしょう。さすがの天然ぶりです。やはりアホモの子は可愛いですね。次に6試合目、プロレスリングノア杉浦軍の黒ブリーフのプロレスラー中村大輔 VS ティックトッカー新井卓です。こちらは中村大輔選手がレガースを脱ぐのにスタミナをかなり作ったものの、さすがの関節技で2ラウンド新井卓選手に一本勝ちしました。41歳の UWF の遺伝子がフェザー級で勝ち名乗りを上げました。次は面白い組み合わせが組めるのではないでしょうか。こちらも予想は当たりました。7試合目、元 USC ファイター阿部大地 VS 男塾塾生明選手の戦いです。こちらはかなり高い確率で UFC ファイター阿部選手が勝つと思ったのですが、なんと明選手が2ラウンドチョークで一本勝ちしました。これで石渡塾長の株は爆上げではないでしょうか。そして明選手が圧巻のマイクでした。阿部選手のセコンドについた元師匠であるゴミ選手に対して KO ダメです、失神じゃなきゃと煽っていました。しかも大晦日ゴミ選手とやりたいと喧嘩を打っていました。もちろんこれは明選手が考えたのではなく、石渡塾長が絶対に言わせてると思います。明 VS ゴミの新旧師匠対決が見れるのではないでしょうか。アキラ選手が勝つ確率はもちろんアキラ 100% です。次の試合です。ちなみに8試合目は予想は外れました。8試合目、その前にここで雷神から案内がありました。ボビーオロゴン容疑者54歳が沖縄大会に参戦するそうです。いつもの日本語がわざと話せない井上直樹選手ばりの日本語で笑いを取っていました。適当な選手と戦い大晦日も出るでしょう。できれば浩二選手と戦ってほしいものです。その他雷神トリガー大会に萩原恭平選手と庄司選手が決まりました。庄司選手は朝倉海選手の金魚の糞となり、元谷選手などに負けているもののかなり重宝されています。やはり格闘家も金魚の糞活動が大切なのかもしれません。次に8試合目です。8試合目は金原選手 VS 天才脇役芦田ちゃんです。こちらは金原選手が勝つだろうと予想しました。やはり金原選手がスタンドでも優位に進め、ところどころで膝蹴りを決め、膝が3発ほど決まったところで、すでに芦田選手のボディは限界となり、膝のフェイントからのノーモーションの右でダウンを奪われ、そのままパウンドアウトされました。やはり楽屋番長の金原選手は強かったみたいです。試合が終わった後、萩原選手のところまで駆け寄り、中指を立てて喧嘩を打っていました。
さすがのプロファイターです。絶対に金原 VS 萩原だと金原選手が勝つでしょう。次、9試合目です。スダリオ赤ちゃん顔パンパス強し VS 米兵セイント選手の試合です。こちらは相撲レスラー VS アメリカンフットバーラーの試合です。こちらの予想もパンパースの勝ちでした。やはりセイント選手はまだ2戦しかしていないただの米兵です。勝てるはずはありません。パンパースが良いジャブを当て、右ストレートは大振りなどで当たらなかったのですが、ジャブ、そして右ストレートからの返しのフックで打撃を当てていました。そして面白かったのが、最強の吉成名高選手がストレートからの返しのフックでダウンを取り、勝利したのと同じパターンで、スダリオパンパースもボディへのストレートからのフックでダウンを取り、KO 勝ちしました。53キロと115キロが同じパターンで勝った稀な試合でした。パンパースはこれでなかなか相手がいないので、大晦日は54歳のボビー・オロゴンか柴田選手か関根シュレック選手とやるのはいかがでしょうか。次に10試合目です。カンナちゃん VS サオリンです。こちらの予想はさすがに149センチのミニモリジャンケンポンサオリン選手は勝てないと思い、カンナちゃんの予想でした。しかし今回は2-1のスプリットで双子のママさんファイターサオリンが勝利しました。予想動画でも言いましたが、女子格は中出し並みに層が薄い相模オリジナル映え声張りをしているのが明らかになりました。1階級下のサオリンがなんと 2-1 のスプリットで勝ったのです。しかも体力のある体格差が出ない1ラウンドに関してはサオリンが圧倒していました。2ラウンド中盤から3ラウンドはカンナちゃんが盛り返したのですが、トータルマストでサオリンの勝ちです。149センチミニモニ中出しジャンケンポンが勝ったようです。そして最後にメインイベント、フェザー級タイトルマッチ、斉藤豊 VS 牛久選手ですが、なんとまさかのアップセットで牛久選手が顔面膝蹴りで TKO 勝ちしました。斉藤選手の鼻なさがバレてしまったようです。これで朝倉チューリップみくるも鼻くそをほじりながら腹を抱えて笑っていることでしょう。以上となります。よろしければ日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。